妖怪ロームクイズ。今から妖怪用語の意味を当ててもらうクイズを出題します、はい、今日は皆さんの大好きなあの食べ物の妖怪用語です。食べ物、うん、それでは始めましょう。はい、問題です。お寿司業界用語で紫とはどういう意味でしょうか。紫、あ、これは制限時間は15秒です。待って待って待って、紫ってどういうこと、はい、紫ってどういうこと、それを答えるんですよ。どういうこと、意味が分かんない。それでは青井さんから回答を発表してください。マグロ。うん、うん、説明は、説明はなんか寿司って言ったらマグロしかない。じゃあ決めたのは醤油。お、はい、なんでこれはね、あの知ってるんで。え、あの姫たんお寿司大好きなの。嫌なの好きだし。紫色のマグロ嫌でしょ。ねえ、醤油でした。おー、やっぱり。なんで、なんで分かったの。え、理由は、なんか醤油の色が濃い紫の色のことから。してないよ。茶色。問題です。はい、お寿司業界用語でガレージとはどういう意味でしょうか。ガレージ。15秒数えます。ガレージ。あー、はい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 。やばい、私めっちゃお寿司大好き。ガリナのも好きだって。青美さん、ガレージ用意してください。ガリ。おー、ガしか合ってない次は、あはアルノさん、シャコ。何シャコって。あ、次は最後はクマさん、お願いします。シャコ。ずるいよ、ずるいよ。そんな感じずるいじゃない。シャコだってさ、いるじゃん、なんか正解者が。倉庫ですよね。英語じゃん。合ってますよね。え、違う違う違う、あの車庫の英語表記がガレージですよね。あ、そういうことだ。ダジャレで車庫を、お寿司関係ないじゃん。